なんやかんやゴールデンウィークも持て余すじゃん。やい、アクション沖田武です。お願いします。月刊ネットフリックス、はい、ということで私、沖田武が毎月ネットフリックスの中からおすすめの映画を紹介していくというこちらのコーナーなんですけれども、ゴールデンウィークっちゅうことでね、今回なんか人によっては10連休とかになるんでしょ、うん、持て余すじゃん。んでね、ネットフリックスでなんか映画見たいなと思ったら参考にしていただけたらなと思います。よっ、はい、まず1本目、目指せメタルロード、最高でした。ネットフリックスオリジナル映画なんですけど、主人公学校でメタルバンド組んどる2人組の少年なんじゃけど、メタルバンドなんてなかなか珍しいけさ、周りからもちょっと浮いちゃってなかなか友達ができないわけよ。ただこのバンドのギター兼ボーカルを担当しとるやつってのがさ、まあ、なかなかにぶっ飛んどるやつで、メタルの精神っていうのを崇拝しとるわけよ。そいつに振り回されながらもなんとかついてきてるこのバンドのドラムの子、まあ、このデコボココンビっていうのでメタルバンドやってるわけよ。ほんならある日バンドの大会に出ようってことになったんじゃけど、ただこのバンドベースがおらんと、バンドとしての深みを得らすためにベースを入れようってなるんじゃけど、まあなかなかベースが見つからんわけよ。ほんだらこのバンドのドラマーの子がね、とある女の子を見つけるわけよ。彼女ってのがさ、チェロの奏者で、重厚な旋律っていうのがベースの代わりになるんじゃないかということで提案するんじゃけど、やっぱりメタルを崇拝してるやつだけさ、いや俺のバンドに女はいらん、しかもチェロなよなよした、そんな音楽がメタルじゃねえって一周するわけよ。ほんでこの二人ってのが仲違いしちゃうんですけど、このギターのやつってのがさ、その破天荒な性格によってどんどん周りから浮いていっちゃうと。さあ大会が近づく中、この二人のメタルは復活させることができるのかという青春映画なんですけど、超王道ストーリー。多感な時期、中二病心っていうのがもうほとばしっとる時期にやっぱメタルを崇拝するっていう、この青春の過ごし方がたまんないじゃん。恋や友情をメタルでかき鳴らしていくっていう爽快な青春映画なんで、メタル全然興味なくてわかんないって人でも十分楽しめます。俺も全然知らないからメタルぜひ見てみてください。はい、続いてはパリピ的アフターライフの過ごし方。タイトル思んなさそうよね。パリピってタイトルに入ってる映画が面白いわけないと思うじゃん。おもろいのよ。主人公はなんかね、パーティープランナーみたいな職業をしている、まあ、いわゆるイケイケの女の子なわけよ。幼い頃からの親友と共同生活をしながら毎日楽しい生活っていうのを送っとったわけ。その自分の誕生日を間近に迫ったとばる夜、今日は誕生日パーティーだーって言ってね、どんちゃん騒ぎするわけ。ほんならこの親友のルームメイトっていうのが、そんな彼女の性格っていうのをね、ちょっと心配しとるわけよ。ほんならその夜ね、この二人が喧嘩しちゃってそのまま別れちゃうと。ほんなら主人公ベロベロになりながら家に帰って二日酔いで頭が痛い朝を迎えるんですけど、足滑らしてトイレで重くそ頭打って死んじゃうのよ。悠々白書さながら主人公が早々に死んじゃうんですよね。目覚めたらそこは現実の世界と死後の世界の間にある中間の世界だったと。ここは生前何かやり残したことがある人が連れてこられる場所なんだと。で、5日以内にそのやり残したことというのを解決しない限り天国に行くことができないというね、とんでもないミッションを課せられるわけ。ほんで主人公は自分が死んだ後幽霊となって自分がやり残したことを現世でこなしていくというコメディ作品なんですけど、設定がなかなかおもろいよね。パリピ的アフターライフってそういうアフターライフなんや。で、その自分のイケイケの性格の裏にあるね、家族との問題であったりとか親友とのいざこざであったりっていう等身大の人間関係の悩みっていうのが描かれていて、あ、なんかこう俺なんかはさ、もう彼女と真反対の性格してるけ、うわ、なんかもうイケイケじゃん、パリピじゃん、カウンターに乗って酒一気しとるやん、苦手こいつって思っとったけど、でもその笑顔の裏にはね、やっぱみんなと同じように悩みっていうのも抱えとって、だんだんとなんか愛おしくなってくんのよ。いわゆるその死っていうね、一見暗いテーマっていうのを主人公がゴリゴリのパリピっていうのでハッピー映画に昇華しているっていう結構斬新な設定なんで、死すらもポジティブに捉えていくっていうそのギャルマインドがね、たまんない作品なので、ぜひゴールデンウィーク明るい気持ちになりたい人、パリピ的アフターライフの過ごし方見てみてください。はい、お次、アポロ15 1/2。アニメーション映画なんですけど、舞台は1960年代のアメリカ、宇宙開発がまだ発展途上だった時に一人の少年がね、NASA に呼び出し食らって秘密のミッションというのを伝えられるわけ。それが宇宙開発に協力してくれ、君は今から宇宙に行ってくれと。だからこの事実っていうのが明るみになることはなくて、俺らももちろんその歴史っていうのは知らないんだけれども、実はあの時アポロ11号より以前アポロ10号 1/2で子供が宇宙に先に行っとったっ
ていうもしも設定が、主人公が大人になってそんなあの時代というのを解雇しているという構成で送られてるわけですよ。スタンドバイミー的なね、大人になった主人公のナレーションで60年代のアメリカ史っていうのを彩っていくんですけど、あんま設定活かしてないのよ。アポロ152分の1っていうミッションで大人よりも先に宇宙に行っとったっていう、そんな話あったかもしれんなーっていう設定がまずおもろいのに、そこあんま活かさずに、そんなことも思い出の一端にして60年代のアメリカ、当時の少年少女たちの、ティーンたちの生活っていうのをアニメーションで送ってんのね。それがおもろくて、あの頃ってあんなことあったよね。今みたいにインターネットも普及してないしね。あの頃って何にもなかったけど、何にもなかったけど楽しかったよねみたいな、自分のエル的な懐かしさなんかがアポロ15 2分の1っていうぶっ飛んだ設定の中に織り交ぜられていくから、あれ、ほんまにアポロ11号より前にこんなミッションあったんかもなーって思わせられるし、夢あるなって思う。アニメーション自体がなんか作画がすごい独特で、これ監督が6歳の僕が大人になるまでっていう映画を撮った人で、実際の役者さんがなんか年取るまで同じキャスティングで描いていったっていう、そこに近しいというか、映画で嘘でフィクションなんだけど、あながち嘘とも断言できないフィクションと現実の狭間をいじってくる感じがたまんなくて、世界観とか雰囲気っていうのもなんかめっちゃいいのよ。でまあ宇宙系で言うとね、リターントゥースペースっていうドキュメンタリー映画、これもネットフリックスオリジナル映画なんですけど、これはあのイーロンマスクっていうね、最近なんかツイッター買収したかなんかで話題になったイーロンマスクがなんか民間で宇宙開発に携わってなんか宇宙に行くための開発みたいなのをしていくっていうのを追ったドキュメンタリーなんですけど、このリターントゥースペースも一緒になって見てみたらおもろいかもしれないです。はい、続いては美しい湖の底。これね、1、2年ぐらい前、かなり前に単体で動画で紹介したことあるんですけど、この月刊ネットフリックスで紹介したことなかったんで、これめっちゃおもろいです。いわゆるミステリー映画なんですけど、まあ、とある田舎町でね、強盗事件っていうのが発生しちゃうわけよ。これまで凶悪事件なんて起きなかった、いわゆる平和な村で突然発生した大きな事件、町中の人たちもね、その事件の話で持ちきりになっていくんですけど、この作品ただのミステリーじゃなくて時間逆行型ミステリーで、物語の構成が金曜日から始まって木曜日、水曜日、火曜日って時間を遡って展開していくのね。だから最初に結果を見して、でこれが一体どうなったんだっていうのを一日ずつこう逆行していくのよ。これがまず見せ方としてめっちゃおもろくて、結構なんかシュールなコメディみたいな雰囲気で送られとったのが、ラストを見終えた後もう一回この作品見直したらめっちゃ怖く映るっていう、最初と2回目じゃ見え方全然変わってくるっていう作品にもなってて、これね1時間半ぐらいの結構短めの作品なんで、サクッとミステリー見たい人にはおすすめです。美しい湖の底見てみてください。はい、続いては知られざるマリリン・モンロー残されたテープ。こちらもネットフリックスオリジナルドキュメンタリーなんですけど、マリリン・モンローといえばね、まあ映画好きじゃない人も一度は聞いたことあるし、まあなんとなくビジュアルもね、こうやってるやつね、はぁーってなんかマンホールの隙間から風吹いて、はぁーなるやつ。そんなマリリン・モンロー、36歳の若さでこの世を去っているんですけれども、その死因というのがね、未だきちんと解明されていないという謎があって、まあ、これがいわゆる殺されたんじゃないか、いやいや事故だったんじゃないか、いやいや自殺だったんじゃないかと、まあ様々な憶測というのが今なお飛び交っているんですけれども、そんなマリリン・モンローの死の真相というのを、彼女が生前残していた肉声というのと共に描いていくという作品で、これなかなかにショッキングな内容になっとって、濃い大きい女性だったんですよね。でまあいろんな人とこう噂が流れてさ、その中でね、あのジョン・ F ・ケネディの弟、ロバート・ケネディっていう政府の関係者ともちょっと噂があったりして、でそうなってくるとちょっとこのマリリン・モンローが亡くなった謎っていうのもあららと陰謀論じみてくるわけよ。もう銀幕の大スターと思っとったけど、彼女のその裏側、彼女がそのスターダムにのし上がっていくその影というのを見ていくと闇が深いんじゃないかと。この話聞いたらね、映画好きの人だったら去年公開されたラストナイト・イン・ソーホーっていうエドガー・ライト監督のねホラー映画が思い浮かぶ人もおると思うんだけど、いやマジそんな感じ。ラストナイト・イン・ソーホーってマリリン・モンローモデルにしとったんかなっていうぐらい、当時の映画業界の男がね女性を搾取していくっていう、もうすげえ嫌な構図っていうのがどん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 浮き彫りになっていくのよ。彼女の負の側面ばっかりじゃなくて人間としての部分っていうのも描かれているから、なんかあの写真の人とか、なんかこうアートでよく使われるような人とかじゃなくて、一人としてのマリリン・モンローっていうのがね、なかなか面白いんで、ぜひ知られざるマリリン・モンローを見てみてください。
ださいはい、お次最後の追跡、これテイラー・シェリダンっていう脚本家のフロンティア3部作っていう中の1個なんですけど、まあもうちょっとよくわからんじゃんフロンティア3部、まあいわゆる現代版の西部劇だと思ってほしいんですけど、今の現代社会をベースに西部劇的な要素っていうのを盛り込んでいるね、このフロンティア3部作ってのがあって、ジュニ・ヴィルヌーヴが監督したボーダーラインと、でこのテイラー・シェリダン本人が監督したウィンドリバーっていうね、エリザベス・オールセンとジェレミー・レナーがダブル主演のこのウィンドリバーとこの最後の追跡っていう、この3つでねフロンティア3部作って言うんですけど、別にこの3部作が全部世界観に繋がっとったりとか、なんかその続編になってるっていうわけじゃなくて、いわゆる現代版の西部劇っていう1個のテーマで3つの映画を撮りましたよっていう作品なんですけど、この最後の追跡はね、いわゆるもう現代版の西部劇っていうのをドストレートに描いとって、銀行強盗を繰り返す兄弟が主人公なんですけど、凶暴でね粗暴な性格をしているお兄ちゃんと冷静沈着な弟っていう、このデコボコ兄弟っていうのが田舎町にあるちっこい銀行っていうのを襲って、まあ、要は少額の銀行強盗をこうちま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 行ってるわけよ。なんならそんな二人に目をつけた引退間近の保安官っていうのがこの兄弟の後を追っていくという作品になってるんですけど、いわゆるこう逃げる兄弟と追うベテランの保安官っていう逃避行ロードムービーみたいになっていくわけよ。その土地にその荒野に住んでいる人間にも様々な立場や様々なこう生きている環境があるっていうのを描いてて、なかなかね深いんですよね。追う追われるというこの関係性がたどり着く末路、この車がこの逃避行が行き着く先っていうのもちょっと切ないというか哀愁があんのね。普段西部劇全然見んよとか、西部劇ってなんかカーボーイが銃撃ってとかあんまり好きじゃないかもなっていう人にも超見やすいし、西部劇的な思想みたいなのを現代劇に落とし込んでるので、これねそのボーダーラインウィンドリバーと一緒に見てみてほしいですね。ウィンドリバー俺めっちゃ好きなんよ。一緒に見てみてはいかがでしょうか。はい、お次は幸せへの回り道。これ昔子供向けの教育番組の MC をやっていたフレッド・ロジャースという実在の人物を元に描かれている作品なんですけど、フレッド・ロジャーズっていうのがもうほんと聖人って言われるぐらいめちゃくちゃいい人で有名で心が純粋な人だったって言われてるんですけど、まあ、そんなロジャーズを演じたのがねあのトム・ハンクスよ。映画界の聖人ことトム・ハンクス。もうトム・ハンクスがいい人演じるっていうだけでもうおもろいじゃん。主人公は父親との確執に悩んでいる一人の記者なんですけど、ある日このフレッド・ロジャースとインタビューするっていう仕事をもらって彼に話を聞きに行くわけよ。ほんならそのフレッド・ロジャースっていうのがあまりにもいい人すぎて彼の優しさっていうのに包まれていってね、いつの間にかなんかカウンセリングみたいになっていくわけよ。家族と向き合っていく記者と善人と言われ続けたフレッド・ロジャースの彼なりの思想というのが反映されている作品なんですけど、フレッド・ロジャースはねなんかドキュメンタリー映画でフレッド・ロジャースのなんかご近所さんになろうかっていうドキュメンタリーがあって、これ U-NEXT で配信してるんですけど、これと一緒に見てみたらねこの作品もだいぶおもろくなると思うんだけど、まあ普通にシンプルにこれだけでも超おもろいのよ。ちょっと気味悪いん最初、ちょっと怖いの、なんかえそんないい人おるかなみたいな、こんな純粋でこんな無垢な人間っておるか、 俺がまあ心汚れてるけどさ、そんなやつおるかってなるの。ほんならこの記者がこんなやつおるかをまんま代弁してくれるのよ。そのロジャースに対して結構当たりが強いのね。あんたなんなんと、なんであんたそんなにいい人なの、気味悪いわ、でも嫌だわって彼を最初に拒絶していくの。それでもロジャースがこの記者に寄り添ってくれる、この記者の話を聞こうとしてくれるっていう行き過ぎた善が気味の悪さ不気味さを通り越して現れちゃうのね。だからその冒頭トゥルーマンショーみたいなこの世界観がちょっと気味が悪くなってくるんだけど、悔しいぐらい心が現れちゃって、実際のロジャースのねドキュメンタリーと一緒に見ていただけたら楽しめるかなと思います。はい、お次はイン・ザ・ハイツ。これ去年公開されたミュージカル映画なんですけど、俺これ見に行ってさめっちゃおもろくて、早くもネットフリックスで配信されてるんでね、ぜひ見ていただきたいんですけど、主人公ワシントンにあるハイツっていう地区に住んでいるなんかコンビニかなんか経営してる青年なんですけど、この地区っていうのが移民の人たちが住んでいる地区で、いわゆる自分の親の世代っていうのが祖国を離れてね働きにこのアメリカに移住してきたっていう歴史があって、移民問題というかねアメリカが抱えている移民の人たちに対する問題っていうのをミュージカルで描いていて、ボルテージの上がるミュージカルシーンも最高なんだけど、ちゃんと社会問題なんかも丁寧に描いていて、後半ちょっとショック
ックなね、展開とかにもなっていくのよ。でもそこも込みで、やっぱミュージカルってそもそもそういうマイノリティの人たちが歌と踊りでね、自分の感情、言葉にできない感情っていうのを歌にしてやったり、踊りで表現したりっていう作品だと俺は思ってるから、ミュージカルならではの問題提起っていうのもたまんなかったし、あとまあそんな難しいこう重たい話なんかなではなくて、そもそもめっちゃ楽しいのよ。ラテン調のね、情熱的なダンスなんかも最高だし、シンプルにドチャクソミュージカルとして楽しいんで、ぜひ見てみてください。はい、続いては昇る小寺さん。これ俺当時見に行って、この年ベスト青春映画だったんじゃけど、めちゃくちゃ好き。これね、脚本家の人が吉田玲子さんっていう、アニメのね、最近の平家物語とかバイオレットエヴァーガーデンとかの、ね、脚本を担当している人で、めちゃくちゃいい青春映画なのよ。主演工藤遥さんっていうね、最近結構邦画で見る方なんですけど、彼女がね、小寺さんっていうの演じてて、主人公はね、伊藤健太郎さん演じる近藤くんって子で、この近藤くんってのが結構その青春を浪費してるというかね、特にやりたいこともなくてのんびりだらだら過ごしてるわけよ。そんなある日ね、小寺さんっていうボルダリング部の子に出会うわけ。もうなんか周り全く見えてなくて、ただひたすらにボルダリングに熱中しているっていう子なんですよね。そんな彼女の背中を見て、何かに熱中するって素晴らしいなってことに気づいて、周りの人たちもどんどん変わっていく作品なんですけど、青春もので、しかもこういったまあスポコンというかね、一個何かのテーマに乗っかってる青春ものっつったらさ、劇中でなんかフラストレーションというか、山場あるじゃん。サビあるじゃん。大会の決勝であったりね、ライバルとの熱いバトルであったりね、なんかサビみたいなの用意してるじゃん。でも今作ってそれがあんまないのよ。もちろん山っていうのはあるんだけど、それがなんかこう青春映画ならではのフラストレーションとかではないのね。ただ小寺さんがひたすら上に登っていく、壁を登っていくっていう姿を見せていくだけなの。それが熱いのよ。青春熱みたいなのあるじゃん。努力、友情、勝利みたいなノリあるじゃん。あれがない。そんな彼女を見ているだけなんだけど、こっちも鼓舞されていくっていう構図が俺めっちゃ好きで。うつむきがちだった主人公が、小寺さんを見て自分の何か熱中できるもの探そうっていうその上昇志向みたいなのが、ボルダリングと反映されとって、そこもかストレートでいいのよ。はい、そして最後に紹介する作品、ザ・スーサイドスクワット、極悪党集結。今更よね。もうネットフリックスの映画ランキングとかゴリゴリ1位。しかもなんか、なんでか知らんけど、ザ・スーサイドスクワットのネットフリックスのやつさ、字幕と吹き替えかなんかでなんか2個あるじゃん。2個ともランキング入ってる。言わずもがな、これおもろい。まあでもザ・スーサイドスクワットでもこれ見に行ってさ、最高だったね。まあスーサイドスクワットって2016年ぐらいに公開された映画があってね、俺これも結構めっちゃ好きなんよ。これも好きなの。でも結構スースクってこう一作目の方はこけてね、割とこう評価低かったのよ。その中でジェームズ・ガンがね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかにもおなじみのね、あのジェームズ・ガンがザ・スーサイドスクワットをね、集結させてくれたんですけど、スーサイドスクワットは、まあ、特攻部隊っていうね、そのまんまの通り、悪い奴らを集めて悪い奴らにぶつからせよう。こいつらどうせ悪人じゃけ死んだっていいでしょっていう、もうインモラルすぎる作戦。ハレークイーンならではのね、どうしようもないメンヘラ感とかも最高だったし、なんじゃそれな能力の奴らが集まって、なんじゃそれなアクションする、なんじゃそれな人類みたいな敵、もう何これ、カオスなんじゃけど、そのカオスがたまんない。シンプルに超楽しいんで、ぜひ見てみてください。はい、ということでね、今回はネットフリックスでおすすめの映画を10本、このゴールデンウィークに合わせて紹介しましたけれども、まあ、作品めっちゃあるけどさ、ネットフリックスって。他にもなんかこれおもろかったよとか、それこそまあバブルとかもね、配信されて、俺ごめん、あんまりハマらんかって今回紹介はせんかったんじゃけど、いろいろね、作品ってのがめっちゃ多くてさ、であとストレンジャーシングスのシーズン4とかもね控えてたり、熱いのでネットフリックスもちょっと最近シリーズボンでるなんて言われてますけど、ネットフリ全然まだまだ熱いから、ぜひね、作品選びに困ったらこの動画参考にしていただければなと思います。以上、キテウギでした。バイバイ。はい、ということでね、何回も言いますけれども、5月の16日、ピンポンという映画、これもネットフリックスで配信されてる作品なんですけど、ピンポンがね、映画館でリバイバル上映されますよと、起きたトークしますよと、私起きた時がね、ピンポン大好きなので、今回ピンポン映画館で見たいというご要望にお答えくださってね、5月の16日月曜日夜の7時から池袋のヒューマックスさんでピンポンのリバイバル上映ありますので、ぜひそちらも見てみてください。概要欄にチケット貼ってますと。結構ね、最近ネットフリックス俺めっちゃ見とって、ぶっちゃけあと20本ぐらい紹介したいのあるんじゃけど、なんか見よったらキリないな、ネットフリックスって。これもいける、これもいける、これもいけるでも溢れちゃうから、まあね、定期的にね、月間ネットフリックスやっていきますので、まあ、ネットフリックス見るの困ってる人はね、チャンネル登録高評価してくれよな。なんでここで言うの。以上です。